バフ・バグウェルのリングネームで知られるマーカス・バーグウェルはアメリカ合衆国のプロレスラー。ジョージア州マリエッタ出身。高校時代は野球とアメリカンフットボールに明け暮れ、卒業後は実家の材木会社で働き始めるが会社が破綻してしまったことによりプロレスラーになることを志す。またマッサージセラピストの免許を取得。 スティーブ・ローラーに支持し、プロレスの基礎を叩き込まれ、1990年にインディー団体である NGW にて、ファビュラス・ファビアンというリングネームで、プロレスラーデビューを果たした。1991年には、ビル・イーディーがしていたアイマスクをモチーフとしたメイクを施し、ハンサム・ストレンジャーのリングネームで、GWF で活動した。1991年、 WCW と契約を交わし入団。入団早々から出場が多く、主にタッグチームとして活躍。ザ・パトリオットとスターズストライプス、スコッティ・リックスとアメリカン・メールズ、また日本でも活躍したニコールド・スコーピオなどとタッグを結成して5度も WCW 世界タッグ王座を獲得。1996年、リングネームをバフ・バグウェルへと改名し、 スコッティリックスを裏切り、ウォーへメンバー入り。新日本プロレスのウォー、ジャパンメンバーの主力としても何度も来日し、独自のキャラクター性が受け、日本でも活躍した。1998年、ケイツイの負傷により欠場するが、回復するまでに、脊髄麻痺を起こして動けなくなり、車椅子に乗って介護されながら、マイクパフォーマンスを行うアングルが組まれた。 登場するたびに、ウォーのメンバーから冷たい態度で、あしらわられる中、7月20日に、リック・スタイナーから、陰謀脱退を忠告されるが、スコット・スタイナーが、背後からリックを襲撃。バグウェルは、命乞いするよう見せかけて、動けないはずの体を起こし、スコットと抱擁を交わし、復帰を宣言した。復帰後、スコットとタックを結成し活動。2000年には、ウォーが、 活動停止状態となり、ビンス・ルッソーを率いるニューブラッドのメンバーとして試合をするが、ルッソーとの衝突によりしばらく離脱することになってしまう。復帰後には、レックス・ルガーとトータリーバフなるタッグを結成して、リック・フレアー率いるマグニフィセントセブンにメンバー入りするが活躍することができずに、WCW は崩壊した。WCW 崩壊後、WWFA 移籍。 7月2日のローイズ・ウォーで行われた初の WCW 世界ヘビー級王座戦にてブッカーティーと対戦。試合はスティーブ・オースチンとカート・アングルの乱入によりノーコンテストとなり、オースチンとアングルはブッカーティーを襲い、ブッカーティーが襲われるチューバグエルも加わるが、結局ブッカーティーと共にリングの外に放り出されてしまった。7月6日に そこを不良が原因で解雇された。WWF 解雇後、ジミーハートが旗揚げした、XWF や、ワウイなどに参戦し活動。2002年には、ティネに登場。ティネには2003年、2006年にも登場しているが、スキットのみでの出番となっている。2008年より、NWA 加盟団体である、マクエとユーシを中心に、インディ団体で活動。 2010年には、ベテランレスラーであるリッキー・ネルソンとタンクを組んで、ロックンロール・エクスプレスと、NWA ・ミッドアトランティック・タッグ王座をめぐって、構想を展開し、最終的には、ロックンロール・エクスプレスに軍配が上がった。この敗戦をきっかけにネルソンと確執が生まれ、自身が保持する NWA ・ミッドアトランティック・ヘビー級王座をかけて構想した。2012年4月23日、 自動車事故を起こし、一時は生命の危機を迎えたが無事に生死の境を乗り越え、復活した。首や顔、顎の骨折するという重傷を負ったが懸命に、リハビリを行って10月13日、ナフは似て、WCW 時代のタッグパートナーであったに、コールドスコーピーを特んで、マイキーウェブウルフガートのタッグマッチで復帰を、果たして勝利を飾った。 2013年3月18日、アップにて、ジェレミー・ヤンとアップヘビー級王座戦を行い、ヤンから勝利をして、アップヘビー級王座をダッシュ。同月22日からは、BTW のスプリングツアー2013に参戦し、無王で共闘したケビン・ナッシュと組んで、デリフォン・ゾ・ブラザーズと一週間にわたって5戦を行い、全戦全勝した。他、アメリカのインディー団体を中心に、 多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。